東京都立石神井公園は東京都練馬区にある都立公園である。美穂寺池と石神池を中心に雑木林、高い小立がそびえる広場、史跡、運動場などからなる。武蔵野の緑を色濃く残す。美穂寺池北側の石神井松の風文化公園は区立の施設だが都市計画上は石神井公園と位置づけられている。川瀬智江水。 三方寺池、石寺池の四子寺池沿いの道、石寺公園には三方寺池、石寺池があり、二つの池は井の頭池、全福寺池と並び、武蔵の三大遊水池として知られる。園内は天然記念物の三方寺池、小宅植物群落がある三保寺池エリアと、通称ボート池の石寺池エリアに大別され、二つは、井草通りで隔てられている。 そのイグ通りは、大木の欅並木で知られる。その他の園内の施設としては、有料ボート、野球場、テニスコート、野外ステージ、広場、売店などがあり、区立の施設だが、石神井公園ふるさと文化館、池淵史跡公園、石神井松の風文化公園を隣接している。ジョギングコースや春は、花見の名所、富士山が眺望できるスポットとしても知られる。 エリア三宝寺池川石寺池川三宝寺池には国の天然記念物である三保寺池、小宅植物群落がある。道池は古来より武蔵野大地からの地下水が湧き出る池としてこの地にあった。それを1959年に人々が散策できる公園として整備し、自然や野鳥と共存できるようにした。池は窪地にあって雑木林の土手に囲まれ、 緑豊かな武蔵野の面影を残す。23区内とは思えない奥秩父の湖にいるような錯覚をさせる。ただし、年々水量が減少しており、景観維持のため、人工的に地下から溶水している。ちなみに、池の名称は隣接する美保寺に由来、中の島を中心に、柿椿をはじめ、釈字板抜きもや純菜などが生い茂っていた。しかし、 1950年代後半から都市化が進んだことや、ヨシなどの植物を周辺の人が利用しなくなったため、植生が大きく変わった。その後、貴重な水生植物を保護するために保護活動が行われている。大正期に日本初の100メートルプールとして整備され、その後に釣り堀となっていた部分は、1989年に水辺観察園として整備されている。 入り口の近くにはまた、氷炭地があり、ザリガニ回収などのイベントも開催されている。ちなみに100メートルプールは、フリ第4公衆遊泳場としてできたもので、当時開通したばかりの武蔵野鉄道が、駅からプールまで無料バスを運行していた。1932年ロス五輪の金メダリスト、鶴田義行や清川昌司ら選手団も、この石神プールで合宿し、 石神遊泳団と称された。池淵には、五福島神社の勝社、宇和神社穴弁天、水神社などがあり、五福島神社には、昭和天皇が皇太子だった頃に植えた、お手植えの松がある。ちなみに、三宝寺池の故障は、弁天地と言ったが、道池にある、五福島神社がかつて、美保寺配家の弁天社だったことに由来する。1996年に、 三方寺池の鳥と水と木々の音が環境調選定の残したい日本の音風景百選に選ばれている。また、1993年8月、三保池で巨大ワニの目撃証言が相次いだため、マスコミが連日報道し罠を仕掛けるなどの大騒動になったが、結局発見されなかった。三保寺池エリア、編集当地にはもともと、 武蔵野を支配した豊島市後期の居城、石寺以上があり、同氏が室町時代に滅んだ時に消失したが、今は三方寺池の南に石寺城上碑費が立っている。三保寺池はかつて石寺側の門戸源とされ、流域の豪族であった豊島市もこの水の支配のため、池の南の大地に築城したとされている。同碑の上は丘陵になっていて、階段で登ると本格跡。 カラボリや土類の遺跡が保存されており、高い小立がそびえる広場に出る。園外になるがそこは、氷川神社と鳥居をくぐらせつながっていて、池の南側は全体が雑木林になっている。道神社はもともと、石寺以上の陳寺として創建された。同じく園外だが、池の名称の由来になった御保寺も細い通りを挟んで隣接している。道池の北側は、 石碑公園サービスセンター、茶屋、高い小立がそびえるアスレチック、お弁当、くぬぎ、桜広場、A 地区野球場などになっている。また道池の北西には、豊島市の伝説にちなんだ殿塚、姫塚があり、道池の西はフェンスで囲われた、野鳥遊地林、広場、道地南西は小さなが神社横広場になっている。北端の富士街道に面する。 石神井松の府文化公園は、石神井公園とは別の練馬区立の公園であり、柵で囲われ夜7時には閉園し、年末年始も休園する。木道への通行規制について、編集散歩寺駅を囲う木道には通行規制が設けられており、ジョギング、自転車に乗ったままの通行は認められていない。ただし、自転車を降りて押して、歩くのなら、自転車で通ることは認められている。 自転車標識も人が乗った状態で車線が引かれたものが使われており、すなわち降りてなら通行して良いことになっている。看板の説明文を読まない一部通行人によって自転車を押して歩いている人が自転車の乗り入れ禁止ですよと誤った注意を受けるトラブルが多発している。犬の散歩については東京都公園協会の尺字公園についてのページに ペットをお連れの方へ散歩はリードを忘れずに、糞はお持ち帰りくださいと書かれているが、散歩寺池側の狭い木道で犬の散歩が許されるのかなどについての言及はない。石寺井池は、散歩寺池一帯が風地地区に指定された際、道地と共に武蔵野の景観を保護する目的で人工的に作られたものである。もともと散歩寺池から石寺井側に注ぐ。 三方寺川が流れ、その周辺は田んぼで水を引く水路もあったが、一帯を人工的にせき止めるなどして、池とした。石神池は、有料のボート池としても知られ、乗り場の近くには、売店がある。池の中央よりやや西寄りに、中の島があり、架橋されていて反対岸に渡れる。池の中にはまた、三沢県自作のモニュメントが設置されている。釣りについては、 三方寺池は全面禁止だが、石神池は禁止されているエリアと一部認められているエリアがある。石神池エリア、編集高台から見た石神池と野外ステージ南側は小立が多く、傾斜地、高台となっていて、北側は民家が近接して、道幅が狭いものの遊歩道として整備されている。南側も池添いは遊歩道として整備が進んだ。 石神池の南西には、欅広場があり、その南は丘陵になっていて、かやぶきの旧家や、縦穴式住居跡が見られる、池淵史跡公園、その隣に、石寺公園ふるさと文化館がある。同文化館には、池淵遺跡で発掘された、縄文土器が展示されているほか、練馬区の歴史や昭和の暮らしの風景、練馬大根の歴史などについても紹介している。 欅広場の上はまたいなりスワゴー神社も連なる。池淵史跡公園と隣接した高台に西洋庭園風の野草観察園がある。道観察園は24時間オープンだが、区立池淵史跡公園は公園であるにもかかわらず、夜9時半に閉鎖されてしまう。道池の南中央やや西寄りには野外ステージがあり、土手の上は小立に囲まれてベンチなどが置かれ、 池を下方に見渡せる。土手の上の細い通りを渡って、南に進むと、旧三井住友銀行運動場で、2012年から、石神井公園草地広場、ビーチ区野球、小野球場、テニスコートなどとして整備された。ここは春には、八重桜の名所として知られる。また、富士山が眺望できるスポットでもある。道池の南東は、袋広場、土手を登るとくつろぎ広場があり。 さらに南には、高浜巨子とホトトギス一般による、俳句銀行会も催された、石神井公園記念庭園で小池もあり、庭園の土手を登ると広場になっている。ちなみに、同記念庭園は1916年頃に、豊田銀絵門が第二豊田園として開園したもので、園内には宿泊もできる茶庭も作られた。当時開通したばかりだった武蔵野鉄道商家の、 歌詞にも第二トヨタ園は出てくる。石神公園は桜の名所でもある。美保寺池の北側に170本のソメイヨシノが植えられた桜広場がある。石神池の沿道にもソメイヨシノが咲く。石神池の南側の丘陵地にある石神公園草地広場及び道広場とビーチク野球場北側の間の通りは八重桜の並木道が整備されており。 桜のトンネルができることで知られる。また、同野球場南東の芝生の丘にも八重桜並木があり、駐車場から旧早稲田通りへ南下する旧勾配の道にもソメイヨシノがある。旧住友銀行運動場から見える富士山、石神川、甲州アルプスの眺望スポット及び石神公園駅山の眺望スポットも、 山椒冒頭池南側の高台にある旧三井住友銀行運動場は富士山が眺望できるスポットでもある。野球場やテニスコートの中、その周り、駐車場、野球場南東とテニスコート南西にそれぞれある小さい緑の丘など冒頭池寄りの草地広場を除いてほぼ全域で富士山が望める。ただしび地区野球場の東フェンス越しの真ん中あたりが 最もよく見える。美穂寺池と石寺池を隔てる井草通りは巨木のケヤキ並木で知られる。また井草通りから東京会場日動石寺スポーツセンターのところを入る道は銀南並木がある。また都市計画上は石寺公園にある区立石寺松の府文化公園も富士街道など外周が並木道になっている。テル姫祭り散歩寺池には 石神城上落城の際に、豊島市の姫、照姫が身を投げたという伝説があり、練馬区では照姫を忍んだ、照姫祭りを1988年より、毎年4月から5月に開催している。また三方寺駅エリアの北西部に姫塚、殿塚がある。尺辞公園となり、美保寺の竹林2021年1月、尺辞公園駅から公園の東端までは、 大通りの旧和世田通りと商店街を経た細い石寺公園通りが Y 字に通っている。公園の南から南東にかけては三方寺池を水源の一つとする石寺井川が流れている。当地を含む石寺井町一帯は石寺井公園駅、ネリー役所石寺井庁舎もあるため石寺井地区の中心的な存在となっている。また近隣は多くが高級住宅街として知られる。 西武鉄道は2017年までに一定の完成を見た石寺公園駅周辺の再開発について西武線沿線のイメージを形成していく上でのシンボルプロジェクトとしている。美保寺の竹林、右端が石寺公園、道場寺高台から2021年1月、石寺以上があった公園の近辺には、 城主だった豊島市や豊島市を滅ぼした大田道館にまつわる神社や寺院がある。美保寺池の南側は神社仏閣地帯になっていて、石寺以上の鎮守として室町時代に創建された氷川神社があり、この辺りの宇治神神社に指定されている。道神社はもともと石寺以上内のどこかにあったが、豊島市没落後に今の場所に遷移した。池の名称の由来となり、 大田道館が当地へ移した、新言修寺院の美法寺、豊島氏が建てた、総東修寺院の道場寺などもある。美法寺の三門は三大将軍、徳川家光が、高狩りの際に休憩に立ち寄った記録が残ることから、おなり門と呼ばれ、その横には、元勝改修邸にあった長屋門、成増駅近くにあった遊園地と月園から移設が設置されている。道寺は、 不動明王を本尊とし、多くのお堂を廃し、高さ9メートルの十一面観音菩薩像、大国天堂、根本王堂、地下にある子育て仙台地蔵堂などがある。一方、石寺池の南東の石寺記念庭園の先には、新言衆寺院の禅上院があり、孔坊大師尊像、延命地蔵、伊新寺像などが置かれる。ちなみに、 三穂寺と禅寺院は五府内八十八箇所令状。石寺公園となりの三穂寺の竹林二千二十一年一月、石寺公園と細い通路を挟んで隣接する三穂寺の裏庭には巨大な竹林がある。その通路の道場寺裏のあたりから異様を見上げることができる。また、三穂寺と道場寺の境の通りの道場寺側の高台に緑地スペースがあり、そこに 階段で上がると竹林とそれに連なる石神公園の森を正面に見渡せる。23区内とは思えない山合いと見まがう景色が広がる。かつて三方寺池から石神があえ、三方寺川が流れていて、故障を弁天川といった。美穂寺川の多くは周囲の水田などとともに石神池となり、下流域は、 流水が枯れたことにより流れが消失していたが、1982年に水路跡を和田堀緑道として整備し、ミニ橋などができた。柿の実、石寺池の水をろかして流し、下水へとつながる。練馬区、石寺川と、早学院の小立や大田抜き物市の,のにむと考えられている。石寺水泳場ができたのは1918年だが、当初は、 簡易プールで1923年の関東大震災で損壊し、翌年に改修工事で100メートルプールとなって再開。1939年閉鎖。美穂寺池小宅植物群落に関するカテゴリー。ありがとうございます。